ちろん見てください。エプロン今日は下に巻きです。ゆならびにせやこさん、やっほーみんな、こんにちは。ではではね、時間もないのでラピュタパンを作っていきたいなと思います。ちょうど休憩入ってよかった。ちょっと今日はそんなに難しくない。でまた卵料理っていうね、もう私の大好きな卵料理になるんですが、頑張っていきたいと思います。いいお腹寝てる、嬉しい。本日使っていくパンは仙北堂のパンです。仙北堂のパン極み、極み、極みです。ママが買ってきてくれました。ママが買ってきてくれたんだ。めっちゃいい匂いするんだよこのパン。よいしょよいしょ、あ、取れない、いきますよ。イエーイ、見てください、パンです。いい匂い。私はちょっとでも耳よりラピュタパンを作るときは端の部分を使いたいので、こっちはこいて、こっちを切っていきます。よいしょ、見える？横の方、いやー本当にママには感謝ですね。このねパンはねすごいね、なんかバターが元から乗ってるっていうか、結構オイリッシュなパンなんですよね。やばい、この小ささ切りにくい。こんな感じ。耳の端、こんばんは。皆さんカウントと50カウント、あ、カウントと星投げよろしくお願いします。ちょっと味見。ありがとう、星投げ完了ありがとう、50デグマッチありがとう。このパンはめっちゃもちもちです、中の生地が。ではこのパンを使ってラピュタパンを作っていきますね。ラピュタパンを作るときは先にもう移動させるのが大変なので、トースターのあれにこうやってね置いとくの。そしたら、ね、やりやすい。こんな感じ。今日可愛すぎる、嬉しい。皆さん本当によろしくお願いします。あとちょっとでイベント終わっちゃうんです。あと3日、今日合わせて3日。でも私は握手会最終日に最後のギリギリまで配信ができないので、なるべく最後の、お前が、なるべく3位ぐらいには、前日、違うわ、その当日でもいいので、3位ぐらいに追いつきたいなと思うので、まずは差を縮めたいです。頑張りましょう。星投げ管理ありがとう、本当にみんな、本当にありがとう。時間をわざわざ削って、私の時間を抑えてくれて、本当にありがとう。感謝しかない。ちょっと私、切り方見せて、めっちゃ斜めってるから、いいか。斜めってるけどいい、できるかな。もうちょっと切っとこう、味見用に。よいしょ、まあよいしょ。本当にね、4位のままとかで終わっちゃうと、6位が一番悔しい。そうなんです。お話し会会場多分7が始まる前はできるんですけど、終わってからできるか分かんなくて、
ラピュタパン作っていきます。今日は高カロリーバージョンでいきますね。まずはパンのちょっと内側、あのね、ギリギリにマヨネーズつけてしまったら溢れちゃうので、ちょっと内側にこうやってマヨネーズをピューって円で囲っていきます。こんな感じ、マヨネーズで枠作る感じ。わー高カロリー、わー高カロリー高カロリー。そして卵を割っていくんですけど、なるべく、ちょっと待ってくださいね、黄身と白身をね分けながらやります。ちょっとね、白身が多すぎると溢れちゃうので、白身を入れてから真ん中に黄身を入れる。あ、もう白身溢れるな、これ。こうやってね、これでこうやって白身を取るんです。結局あふれた。まあまあそういうこともありますね。そしてお箸、白身あふれちゃった、ちょっと取ろう。まああふれちゃったものはしょうがないとして、黄身が落ちちゃったよ。待って待って、そんなん逃げていかないで、白身もうちょっと取るからさ。オッケー、あ、割れそう。オッケー、あ、割れた。オッケー、ラピュタパン割れました。もう一個作ろうかな、悔しいから。で、この上に塩コショウを振るんですよ。え、もう一個作ろうかな。割れちゃった。ちょっと2枚作ろう。悔しいわ、これ。もうちょっと白身少なめじゃないとダメですね。私こういうの負けず嫌いなんです。ごめんなさい。2枚作ります。これで卵なかったら笑おう。ちょっと薄めのねパンに入って、2枚目いきます。何枚作んねん、誰が食べんねん。皆さん食べてくださいね、本当に。これでまた失敗したら悲しいな。ちょっと1回卵割ったら、割ってからにしよう。ワイが食べ、食べてね、本当に食べてね、本当に食べてほしい。2枚も食べれんわ、さすがに。見て、この黄身がまっしぐらなったやつ。よし、マヨネーズをのせて、まず白身ちょっと取りたいな。どうやって取ればいいんだろう。流します。白身そんないらないんですよね。よいしょ、あ、次はなさすぎるかも。はい、次はなさすぎるぞ。白身、白身ちゃん、まあいいや。見て、白身が全然ないバージョンとめちゃめちゃ垂れてるバージョン。はい、ちょっと白身ちょっと本当に移動してくれないかな。ちょっとラピュタパン久しぶりに作るから無理か、さすがに移動は。はい、移動、はい、移動、はいはい。白身って難しいね、言うこと聞いてくれない。で、これはもう黄身割っちゃえ。難しいよ、言うこと聞いて、
言うこと聞いてよ。よし、まあいいや。そしてですね、これの後に塩と胡椒していきます。塩、塩、胡椒。それでオリジナルがあるんですよ、私ラピュタパンの。クマタワー嬉しい。ちょっと待って、4位に、待って、5位になってる。ありがとう、静丸もクマタワーありがとう。クマ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 、静丸クマタワーありがとう、ありがとう。静丸めっちゃ嬉しい、嬉しい。静丸ありがとう。あのですね、めっちゃ話戻る。ラピュタパンはこのままでチンするだけなんですけど、私は周りにチーズを乗せていきます。ラピュタパンちゃうやんって思うじゃないですか。半分ラピュタパンなんで許してください。私はね、この周りにチーズをねちょっとだけ乗せます。そうするとね、とろけて美味しいんです。こんな感じ。いい、これで約5分ぐらいですね、チンしていきます。トースターで。いやー、なんかショック、溢れ返っちゃった。ショックすぎ、うまくできない。あれ、まあではでは。これね、ちょっと時間かかるって分かってたのでね、私はねお茶会をしたいと思いますよ。皆さん、お茶会とはとは思うかもしれないんですけど、オレンジジュース。これ後でトーストチンしてお茶置いて。あれ、うん、コジ、今日オレンジ、そう、ただのクマ、ただ星集め、お願いします、ありがとう。よいしょ、よいしょ。あと16分、そろそろ星集めの時間です。じゃちょっと皆さん待っててください。あのボード取ってくるの忘れちゃった。なんで、あった、ちょっとお茶会。うん、おいしいな。オレンジジュース、皆さんそろそろ星集めお願いします。パンになりたい、僕にもパン分けてください。美味しいよこのパン、仙北堂では。今日はですね、新しいものを用意しました。じゃーん、ぜひ皆さん星投げてください。これで飲める、あ、飲めるかな、したいと思います。だから飲めるんかな、飲めるかな、飲めるんかな、うん、うん、うん、あー、はい、カルトラはいただか、すごくない、見て、いくよ、
しなきゃお願いします。カウントもお願いします。めっちゃすごい大変だけどオレンジジュースおいしい。はあ、はあ、イエイ。ちょっとオレンジジュース残ってる。おいしいオレンジジュース、はあ、ほらもうなくなるで。入れよう。美味しかったですオレンジジュース。あ、いい感じじゃん。もうちょっとかな。あと1分ぐらい。6分ぐらいですね。嬉しい。皆さん大好き。てか本当に最終日が接戦。私本当にもう心配で心配で仕方なくて、だから今のうちに食らいつきときたいんですよ。なるべく5位でも皆さんにいつもプレゼントしてもらってる順位が6位だったり5位だったりいろいろあるんですけど、すごくそれは嬉しくて、皆さんと一緒に頑張ってきた順位だからすごく嬉しいんですよ。私だって鉄砲隊の後なのに、こんなに鉄砲隊でたくさんの労力を使わせてしまったのに、なんかなのにここまで来れるって私本当に幸せ者だなと思うし、いつもあと一歩っていうところなんですけど、鉄砲隊もそうだったし、今回も6位とかあと一歩とかっていう感じなんですけど、それでもここまで来れるのは本当に皆さんのおかげだなって。惜しいところまで来れるってすごくいいことだなって、悔しいって思えるし頑張ろうって思えるし、まだなんだろう時間はあとあるし、だからすごく嬉しいです。ありがとうございます。そう、なんか6位だったら多分私はまた、あーなんで結果につながらないんだろうって、まあ何かね、なんか鉄砲隊も結果につなげることできなかったし、うんって思うんですけど、なんかこの前そう、それで昨日友達に泣いて電話してたんですよ。もうこれで本当に結果につながらなかったら本当に皆さんに申し訳ないし、私本当にもう無理だわって言ったら、惜しいところまで行けるだけでもすごいよって言ってくれて、惜しいところまで行けるからそうやって頑張れるんじゃないって、そうやって惜しいところまで連れてってくれる皆さんがいてよかったねって言ってくれて、そうだなって思って、今はすごく元気です。気持ち切り替わってます。だから楽しみます。よし、できたぞ。ラペタパン。そうそうなんです。もちろん結果にはつなげたいし、今回だっていやめちゃめちゃつなげたいんですよ。だって悔しいじゃないですか、鉄砲隊も行けなくてこれも行けなかったら本当に悔しいんです私。もうしかも短期間でやってるから、もうどっちもメンタルググって食らわれるから、なんかそう、もう19歳だし7期生も入ってきてるし、やっぱりちょっと今は踏ん張り時だなってすごく思うので、だからこそなんかね頑張りたいなって思います。皆さんに喜んでもらえるようなことがしたい。よっしゃ、できたぞ。見てみんな、じゃーん、見える？熱い、見て、すごくない？すごい、ラピュタパン、インチーズとラピュタパン、おいしい。いやー、イエーイ、パチパチ。これちょっとあっちいな、どうしようかな。いや本当にさ、ティフも本当に選んでいただけて本当に嬉しいんです私。なんかいつもこういうの選ばれなかった人だから、
なんか選んでいただけたのはあっちちちち皆さんのおかげだし、だからねすごく嬉しいんです。だから頑張ります、皆さん。ティフ、あすごい、後ろになんか暑いし下取れないし、どういうこと、どういう状況これ。今いけてますか、なんで取れないんですか。あ取れそう取れそう。やけどねしたらダメだね、白身のせいでさ取れないんですけど、よいしょ、ちょっとアルミのまま、熱いよー、ちょっとナイフ、どうやればいいのこれ、せーの、はい、熱い、22分経過、あもうその時間早いな。よいしょ。よいしょ。よいしょ。うわあ、ちぎれるぞ。あっちっち。あっち。三周とカードありがとう。嬉しい。よいしょ。おいっしょ。こらっしょ。どっこいしょ。アルミ、なんかトースターでできる人はトースターのそのまま引かずにやった方がいいかも。あよかった、アルミがだってこっち白身こぼしたせいでアルミが、よいしょ、ではブッコロリーを周りに添えて、最後に塩コショウを振って、コショウだけもうちょっとね髪飾りとして振って、じゃじゃーん、できました、ラペタパンインチーズ、うー美味しそう、嬉しいな、やったね。皆さんもぜひ作ってみてください、簡単なので。ちょっとアルミホイル邪魔だな本当に。ではね、ちょっとあ取れた、どうしようかな、どっちの方が、こっち何かとこっちの方が見栄え悪いから、こっち食べて写真に後で、よいしょ、よいしょ、卵割っちゃえ、あそんな出なかった、食べ方わかんない、いただきます、うん、マヨネーズがね、胡椒と合いますね。でチーズもまた美味しいですわ。これさ、ラピュタみたいにさ、ジブリみたいにさ、がっついていけないかな。食べたらランキング読むね。チーズ美味しい。YouTube でラピュタパンって調べたら出てくるからぜひ見てみて。私のアレンジはここにチーズをのせることなので
よし、では4位。私まだ更新されてない。え、嘘。ちょっとランキング先見ますね、時間ないから。13位ポッポポッポもありがとう、朝からあの昼から。12位よしきのすき、よしきのすきも今日来てくれて、今日も来てくれてありがとう。11位こじこじもありがとう、仕事の大変なのに。11位しゅえひろさん、すえひろさんもいつもありがとう。9位レッツレッツもね、昨日もずっと来てくれて、今日もずっと来てくれてありがとう。8位沼津沼津さんも今日ずっと来てくれてありがとう。7位ゆいな、お、すごい、うちと一緒の名前じゃん、ありがとう、嬉しい。あのマリンのアイコン嬉しいです、ありがとう。6位シロ、シロも今日もずっとありがとう。5位りょうくん、りょうくんも仕事忙しいのに来てくれてありがとう。4位かなちゃん、かなちゃんもありがとう、本当に。そして3位はボスさん、ボスさん、ボスさんはね、いつもねニーってやってるの。だからこんな感じ。ありがとうボスさん、すごい簡単に書いちゃったありがとうボスさん、イエーイ。そして2位は味方町、味方町、あーはまたお預けですね、味方町。はい、味方町ありがとう、味方町嬉しいです、ありがとうね。そして1位は静まる、静まる、熊田はもありがとう。静まる、静まるもちょっと目垂れてる感じで可愛いんだ。今日も頑張ろうね。ありがとう、しずまる1位、ありがとうね、ありがとう。本日はこの3名の方を書かせていただきました。そして皆さん、なんと今回の枠で4位になることができました、ありがとうみんな。本当にあとちょっとなので、本当に今回は結果に頑張ってつなげたいなと思いますのでね、最終日は絶対に3位や2位、1位、いやもう本当に入れたら、私今回もう本当にもう何位でも入れたらとりあえずあれなんですけど、安全を練って3位ぐらいにはランクインしておきたいなと思いますので、皆さん、次は18時50分からしんしんとコラボさせていただきます。なぞなぞだったり彼女講座があったり、まあ頑張りますなのでね、皆さんぜひ18時50分からも見に来てください。ではね、あとはね、もうちょっとランクアップもできるように頑張っていきたいと思います。本当に皆さんのおかげで頑張れてます、私ありがとうございますね、ありがとう、仕事頑張ってきます、あれ頑張ってきてねって、ありがとう、しんしんやったってね、ありがたい、しんしんも。あと23秒、え、これ食べたいなとりあえずこれは後で写真載せよ皆さん本当に来てくれてありがとうね、本当に体だけは気をつけてください。あ、あと10秒です。では皆さん、午後からも頑張りましょう、来てくださってありがとうございました。また18時50分からお願いします、バイバーイ。